どうも、皆さん、こちら、ひのです。皆さん、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールやってますか？ということで、今回なんですけど、皆さん、サファリボールで好きなポケモンを捕まえたいなっていう風に思ったことはありませんか？おしゃぼ勢の方、サファリボールね、好きな方とかいるんですよ。でも、サファリボールってね、ここのサファリゾーンの中でしか入手できない。サファリゾーンの中のポケモンしかゲットできないんですけど、今回ね、サファリボールを外に持ち出すことができるバグ技について、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ということで、持ち出しバグなんですけども、こちら 1.1.1 もしくは 1.1.2 でしかできません。最新版のね、1.1.3 ではできないので注意してください。ということで、やっていきましょうか。それじゃあね、まず、波乗りができる場所に移動してください。今回の場合はこの野茂瀬シティに行けばいいかな。で、ここで波乗りをして、空を飛ぶメニューバグを使用します。音を出すと成功したかどうかわかりやすいので、ぜひ音を出してからやってみてください。で、ポケッチ。開きます。で、空を飛ぶに合わせて RZRA これをね、同時押しします。同時押し連打で、左陸の方に動いてピョイって今音鳴ったじゃないですか。こんな感じに陸に降りれたら成功です。はい、そしたらね、水がない方に向かって、Lスティックで動かして野茂瀬しているんですけど、野茂瀬シティにね、もう一回カーソルを合わせて AX と押します。すると、メニューが開いた状態で、後ろで空を飛ぶが出てくるので、はいを押します。はい、するとね、このような感じでメニューバグ成功しました。まあ、こちらがね、空を飛ぶメニューバグです。はい、そしたらね、次、バッグを開いて、虫除けスプレー、こちらをね、使います。で、バッグを開いたまま、まっすぐ向かってってください。まっすぐ行くと、このように、お姉さんが話しかけてきて、ようこそ。500円でサファリゲームに参加しますかってなるので、はい。それは500円いただきます。で、これでね、この状態のままサファリに入ってください。はい、するとね、今、サファリ入ってる状態になってるんですけど、これで入ったらすぐバッグを開いて、バッグを開いたままで出口に向かいます。で、出口に向かって切り替わったら即 BBB と B をね、押すという感じですね。下行って画面が切り替わったら、はい、BBB と。するとね、このように出歩くことができるんですよ。で、この状態でスプレーのね、効果を切らしてください。切れるまで歩いてみましょうか。はい、スプレーの効果が切れた。続けて使えますかってなるんで、いいえ。そしたらもう外出れる状態になってます。で、あとは草むら入ってポケモン出していきましょうか。ポケモン出てきました。さあ、何が出る？ブイゼルが出た。お、野生のブイゼルが飛び出してきた。ということで、サファリボールのサファリのね、表記が出た状態になってます。ボール投げていきましょう。日野はサファリボールを使った。これでね、外のポケモンをサファリボールで捕まえることができました。これすごいよね。別のとこ行ってみよっか。はい、ファイトエリアのとこ来ました。餌を投げようか。とりあえず、鬼ドリルに餌を投げた。餌食べてくれましたね、ちゃんと。で、ボールを投げる。はい、ちゃんとサファリボールで鬼ドリル捕まえることができました。すごいよね。じゃ、ちょっと他にさ、ちょっとバグりそうで怖いけど、地下行けるかやってみよっか。地下、一人で遊ぶ。地下のこの空洞のポケモンたちでも捕まえられるのかな。ちょっとやってみましょうか。普通になって、ノクタスが現れた。さあ、できるのか。行っておいでシナモン。あ、普通にここはダメみたい。これ、固定シンボルのポケモンでもできるんですかね。じゃ、ちょっとこの状態で花の楽園まで向かっていきましょうか。はい、ちょっとね、何度か試行錯誤したんですが、まあ、おそらく歩数制限でね、シェイミのとこまでたどり着くことはできませんでした。ちょっとね、これ、むずいね。歩数制限があるんでね、固定シンボルまで行くのが、ちょっと大変かもしんない。でも行けたらもしかしたらね、捕まえられるかもしんないね。はい、ということで、歩数でね、間に合った、ピンポーンってなる前に掘れた、ハマナス、ちょっとやってみましょうか。ハマナスパークでは、これ使えるのかな？導きの石板使えました。さあ、レジャイス、行けるか。行っておでシナモン。あ、ダメっぽい。ということで、おそらくね、固定シンボルはダメっぽいですね。今回検証してみたけど。でも、それ以外のポケモンはサファリボールでできるので、ぜひやってみてください。もしかしたらね、ハマナスがダメなだけで、普通の固定シンボルはできるかもしれないんで、ちょっと皆さん試行錯誤してね、サファリボール、打ち出しバグでポケモン捕まえてみてください。はい、で、ちなみになんですけど、戻りたい場合はね、こちら R ボタンでサファリゲーム終了してもらえれば、このように普通に戻ってこれますんで、安心してね、ボール持ち出して遊んでみてください。ということで、今回はね、サファリボール持ち出しバグについて皆さんに紹介しました。この動画がね、いいなと思った方はチャンネル登録・高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。